連れ主は、人生は8周でクリアだと、とある人物から教えられました。今回はこのシリーズの後編となります。今回は魂の周回ごとの役割や、運の絶対量などについて興味深い話が続きます。運は、むやみに使わない方がいいかもしれません。前編の URL は概要欄に貼っています。合わせてぜひご覧ください。それではどうぞ。人生は8周でクリア。運をむやみに使うな。周回ごとの魂の役割に、想像しない真実が。多分今日の夜書きます。運の量が少なくなると多分良くないことが起こるとかじゃなくて、運命的に多日に近くなるんだと思います。自分がそう考える理由も夜書きますね。ちなみにカトリックとかで出てくる天使の名前、例えばミカエルやケルビムといった感じで、天使の魂にも格があって、おのおのに名前があるようです。これはマジ信じられない。わかりやすいと感じる部分があるのは、俺が解釈できることしか、相手が話してないからだと思います。魂の色についても聞いたのですが、あえて言うなら色になるだけであって、実際に色を持ってるわけではないそうです。特色って言葉で、色って漢字を使っているのを考えればわかるかと思います。とりあえず、夜帰って時間あったら、ゆっくり書かせていただきます。失礼します。8周が足りなすぎるわらわら。何周もするのはうましか。つまり最短なら、8周で96歳には蜘蛛孫が見れるな。昔は40歳で孫がいたってのは普通。100年以上前。蜘蛛丸名医さ、橋丸勘なの礼はうさんくさいな。性格的に悪魔のようなやつ。ってわけじゃなく、人種のようなものってこと？そうですね。どちらかといえば、普通の人間と質が違う何かがあり、その特性が悪魔なのか。大変遅くなってすいません。彼女と旅行に出かけてました。帰ってきたので書けることは書きますね。天使なのかって感じだと思います。はっきり魂が見えない以上は、どっちと断言するのは難しいと思いますけど。画像検索したとき、画面から溢れ出るオーラが、それぞれ光属性と闇属性って感じで、今日わかりやすいと思ったけどな俺はわが、一致しの運の話、おもろかったで。連れの縛りとか気にせず、いろいろ語ってほしいな。一致しとご友人に、一体何があったのかも気になる。ありがとうございます。このスレ自体、本人にバレたら少しまずいので、あちらの詳しい話は少し控えて書いてます。書けることがあれば、できるだけ書こうとは思っていますよ。いや、確かにわかりやすいんだけど、逆にわかりやすすぎてうさんくさいんだよ。見た目だけかよ。っていう、それに魂の属性なのに外見、肉体に特徴が出るってところはわかりにくい。ロシア人は天使、エキゾチックなのは、悪魔ってことになりそうだぞ。見た目にも特徴が出やすいって程度で、どの見た目だからって、外見で判断できるものじゃないと思います。俺の書き方が悪かったと思います。ちなみに謝るはるかは人間です。聞いてみましたわら。わかりにくいと信憑性が増す。でももよくわからんが、魂と肉体の関係性について、語り尽くされたわけでもないし、魂と肉体に関係がないとも限らないよ。ロシア人にも陰の気配、陽の気配、それぞれ感じる人はいるし、俺はね、アジア人も同様だと思うよ。どの人種にも善人悪人いるだろうし。陰陽に関しては、全く考察を伸ばしてないです。日本の考え方って独特で、正直わかりにくいところあると思うんですよね。値引きで運使った人、運悪すぎだろわら。運の使い方ですよね。多分自分が多日にかけるような出来事を、何回も回避してる人は、相当運を使ってるんだと思います。今回は助からないなって感じで、回避できなかったら、運が尽きたってことなんでしょうね。中連ポートを上がると多日ぬって言いますけど、運を使いすぎたら多日ぬっていうのは、いつから言われてたんでしょうね。主さんいたら答えてくれ。最近きっつい不幸が続くんだが、運の絶対量が少なくなってきたのかな？22歳です。多分辛いことの連続は、今の運じゃなくて、今までの選択の延長で選ばれてる道が、今なので、今あなたの運が悪いわけではなく、星の巡りみたいな感じで、不運が連続している時期なんだと思います。こう言ってはなんですが、所詮辛いことは気の持ちようで、どうにでもできてしまうので、運が少なくなってるという、状態ではないと俺は考えます。運勢の周期じゃないか。ゼロ額なんかは、かなり自分は的中するけど、一年の間に3ヶ月間は不運な時期が回ってくるし。俺の例えよりわかりやすい。
話面白いからどんどん塊って書いてって。主さんは4週目、ちょうど折り返し地点なら、全8週の内訳ってこんなとこか。1週目、人生なるがままにチュートリアル。2週目、さらっと生きて事前予習。3週目、改めて生きて反復復習。4週目、広報パックアップでとりあえずあれこれ実践。5週目、形式に関わり発展的に自分であれこれ。6週目、自律形式的に把握したものを扱うように。7週目、よくわかんないけど、妙な確信感を持つ。8週目、あんなことやこんなことを全部自力習得。カルト系に向かっていってこじらせるのは、だいたい5から6週あたりのやつだな多分。主さんシルバーバーチのレイ君って、試しにググって読んでみて。この本のモーリス・バーバネルって人の境遇が、主さんにちょっと似てるかもしれない。うさんくさいけど書いてあることは結構興味深い。95から34年前のだから、自分なりに解釈すると読みやすいかも。脱線サーセンでした。陰気な人、陽気な人、ひょいひょい遊され読み取れるってだけで、気なんてものは存在しない。天使と悪魔について、見た目以外の、本質や性質などの特徴を詳しくお願いします。性格的なものとか思考とかさ。ごめんなさい、今の俺にわかるのは異質ってことだけです。運を消費して起こることが、良いことなのか、運を消費し尽くしてたひむことが、悪いことなのか、興味深いね。運とは何なのか、生命意義エネルギーみたいなもん、生命にとっての他人は何なのか、悪いことなんだろうか、魂的に似た日はタブーらしいけど、今更かもだけど、こんな話あったよ。3歳少年前世はヘビ。体に証拠も。生まれ変わり現象のレアケースイコール体。ついに天使の名前についてまで語られるのか。楽しみだ。人間界でも、天使悪魔の魂率が高くなってるそうだしな。世の中がどうなってくか楽しみ。このニュース見ました。前世の記憶は取り戻せますからね。実際これを教えてくれた人は、前世の記憶を思い出しましたし。元の飼い主の居場所までわかってます。私はさ、見た目も口調も普通なのに、相手にすごく怖がられるんだよ。もともと垂れ目でいつも笑っているように見られてたのに、不機嫌じゃなくても怖がられる。特に、会話中に目が合うと、誰もがこわばって口を閉じるんだよね。いつも目を伏せた状態で会話するようにしてる。目が悪いは全くこわばらずに話してくれる。こういうのって悪魔みたいなもので、無意識に避けられてるなのかな？と気になっていた。ちなみに目を見ると吸い込まれそうになるとか、見透かされてるような気がすると言われる。イッチはこれについて何か知らない？あなたを直接見たこともないので、何とも言えませんが、悪魔と天使は割と魅力が高いと思うので、自分が見た感じ、多分あなた自身の雰囲気が、そうなってしまうような状況にあるんだと思います。辛辣な物言いになってしまって、申し訳ありません。これはあくまで自分の考察です。光の民は普通の人には近寄りがたい雰囲気があるんだよ。こいごいしすぎるんだ。中身が人間じゃないから。言うなれば菩薩や天使のようなもの。普通の人間はそれらを恐ろしく感じる者もいる。君が私のように、光の民であるなら気にすることはない。特徴は目が澄んでて、理系で物腰言動に気品が溢れていることだ。見た目が必ずいいとは思えないけど、なんかそんな感じするんだよな。決して光の民でも神々しくもない。異彩を放っているとは言われるけどね。見た目は整っていると言われるけど、容姿端麗ではない。目はカラコン入れてる？と言われるくらい茶色くて、端丸カンナみたいな色はしてるかも。あなたは光の民なの？逆恨みや被害妄想を抱かれて排除されそうになる？私はいつもそう。この世界はとっくに闇の世界なんだよ。だからもうすぐ終わるんだ。その世界で光の民が生きにくいのは当たり前。終末までに自分が何者であるかがわかるといいね。ちなみに私も色素が薄い。黒い美白美男子だ。私はすでに自分が何者であるかがわかっている。最後に一つ教えてあげよう。中身が人間ではない私のようなものが、なぜこの世界に生まれてきたのかを、魂をより美しく磨くためだよ。宝石は容赦なく削られ擦られ美しく輝く。そして、神々しい光を放つようになっていく。それが人であるならどうだ。闇に削られ打ちのめされても立ち上がってきたから、今、生きている。この世に生まれてきた意味を理解できたかい。ごめんなさい。よくわからないんでスルーします。削られ打ちのめされた感はありすぎる。
それが悪いことではなく、むしろ、そのために生まれてきたと思えば少しは気が楽だ。生まれてきて一体何ができたのか、傷ついて絶望しただけじゃないかと、悩むことは多かったから。どんだけなるなんだよ。ホモも俺は何周目なの？ホモと間違えられる俺は4周目。お前ら何言ってんだ？頭おかしいの？こんなの本気で信じてるのか？純粋に疑問なんだが、イッチは本気でこんな話してるのか？だとしたら脳に異常があるんだろうな。まともじゃない。普通まともに生きてたら、こんな話考えもしないし、人にも言ったりしないですよ。実際に生きて、そういう現実に直面した以上、受け入れるしかないじゃないですか。否定したり、どうでもよくて考えない人間もいると思いますけど、自分はどうしても気になってしまうから、考えてしまうんです。俺がまともじゃないことを言ってるのは十分わかってますよ。だからこうやって話に付き合っていただける方がいて助かってます。おかいただぜ。適当に楽しもう。これをまともじゃないと思う人はおかいたに向いてないと思うの。いや、そういうことなら別にいいんだ。その友達は主人格が他の人格をコントロールしたり会話することはできるの？できるなら俺も作ってみたい。8がハードだからといって、1がイージーってわけじゃないんでしょ？スレ見てる限りだと、結構周回してる方だとは思うけど、このスレ見るまでは、そんなこと考えたこともないし、まだ若いとはいえ、全く人生がハードだとは感じないのは何周目かな。あと記憶を保ったまま、次に行くことはできないの？コントロールできますね。それに相互干渉も可能のようです。諸事情があって、ついこの前まで、他人格によって本人の記憶にプラスで2年付与されてましたし、今は解決しましたけど、本人は1年半、自分は2年魔行してたって、存在してない時間を過ごしてた記憶を持って、生きてたみたいです。もう一人の方が、今の俺が7周目ならチート、6周目でも運良すぎるって言ってたので、だいたい4周目くらいまでは、そこそこ大変だったりそうじゃなかったりで、収まってるんじゃないですかね。これは体感ですけど、強くてニューゲームみたいにステータスを引き継いだ感じでは、次に行くことはないみたいです。能力に関して生まれついての自分の脳みそに依存するところがあるので、前世の記憶がある、イコール能力が高いって繋がることはなさそうです。クリアした人たちが生きている、天国という世界はどんなとこなの？空想上の生物がいるとか、考えただけで自分の世界を作り出せるとか、考えただけで自分の世界を作ることくらいなら、あなたが自分の脳を少し使えるようになるだけ、でできるみたいですよ。ちなみに俺はできません。多分それできる人は探せば見つかると思います。頭の中で物作ったり、世界作ったり、遊んだり本読んだりですかね。天国はどんなところかは、人がいなさすぎてスカスカって情報しか聞いてません。つまり成人レベルの精神を持てたらクリア、ってことだよね。難易度からすると、そういう魂にしか展開には来てもらいたくない、ってことなんだろうね。人を貶めたり、迷惑かけるような魂は問題外で。そういうことなんですかね。最終的に天国に行く人間には、明確な何かが存在してるみたいです。この世界の仕組みに気づくことも、その一部だと思います。まあこんな前情報がなくても、自分が人生8周目とか、革新的に気づくタイミングなんて想像できないですし、そこまで行った人間は、共通の何かに行き当たるのかもしれませんね。きっかけが一つとは限らないとは言われましたけど、それは外部の影響の話で、内側に影響する部分は同じなのかもしれません。一致はキリスト教かなんかなんか？仏教はそもそも天国なんて概念ないと思う。最初この話を聞いた時は、六道とか調べて仏教なのかなって思ったんですよね。でも天使、悪魔に話が拡張して、そういえば、ブッダとかキリストは、8周目の人間だったって聞いたなと思って、どれが正しいとかじゃなくて、同じ仕組みに気づいた存在が、違う考え方や伝え方をしたんだなと考えました。キリスト教に思われたのは、最近仏教に通じない話が多いからなのかなと思います。だから自分はどの宗教が、といった考えは持ってないです。特に真新しい話をできなくてすいません。最近起きた特殊な出来事を書くなら、前回病院で受けた検査が、ほぼ緊急入院が必要なレベルの結果だったのに、新しくできた人格で検査を受けたら、すべて正常になってたとか、絶対知らないだろって曲を、ワンフレーズ聞いただけで、ワンコーラス想像でメロディを歌って実際その通りだったとか、そんな感じです。あと出てきたらほぼ、
必ず雨が止む人格とかもいます。これに関しては、雨を止ませるんじゃなくて、雨が止む時にその人格が出る運命になってるって考えました。よくわかんないですよね多分。なんて言っていいのか俺もよくわかりません。とりあえず出かけます。今度こそできるだけ、間を空けないで返信したいです。でも、特に新しい情報はなさそうなんで、あくまで俺の考えになってしまいそうです。それでよければまたよろしくお願いします。一騎士お帰り。たくさんのご返答、ありがとう。さっきの検査の話は、お知り合いの話だよね。一騎士の話に出てくる、別人格を持つお知り合いだけど、二人いるよね。その二人に、A とか B とか箇所をつけてもらえんでしょうか。または二人どちらかを指して、知人でもいいけど、あえてそうしてるのかもしれないけど、一騎士の話の、主語というか、誰がってのが、わからないことが多いもんで、ちょいちょい理解につまずくんだよね。俺だけかな？お礼を言われるようなことは何もしてないです。そうですね、話が広くなってしまったようなので、もう個人情報に触れないレベルで、詳しく書きますね。慣れ初めやら、どう発覚したかは割愛させていただきます。今更ですが、これからは、A と B で分けて書かせていただきますね。A と B については後で詳しく書きます。思考実験中。確認なんだけど、一致の思想に従うと、ここの人生の目標はおのずと、8周目が終わるまで完走する。ということで、全人類すべて目標が一致するということだよね。一周一周の人生で特に具体的な課題も、目的もなく盗みや殺人を犯したとしても、自殺をしなければ完走はできるということで、スコア度外視でもとにかく、8面クリアすれば全員平等にゲームクリアってことかい？どんな生き方をしたとしても、タヒケイシューとマザーテレサや、ジャンヌダルクの人生、どちらも8周のうちの一つ。ってわけか？マザーテレサは8周目だった、タヒケイシューは1周目なんだ、というなら、人生は8周目でクリアという決まりがあるのはおかしい。どんな人生を送っても、周回を重ねれば自然とメンタルのレベルが高くなる、という設定があるというなら理解できるが、そういう設定があるということは、個人の成長しようという意思は必要なく、目の前の仕事さえやってやいい、ということだ。設定があるというのはそういうことだ。要約すると、人生には8周目でクリアとか、そういうわかりやすくて、確率的な設定があるのは考えにくいと思われる。見直すのも恥ずかしいレベルの拙い文章で書きまくってて、見直してください、とは言えないので改めて書きますね。まず人生を1周クリアすることの基準はわかりません。情報として、殺人などの重い罪を犯す、自殺をするなどは、大半が次の周回へ回ることができないらしいです。例外として他者への義を貫いた、自決みたいなものは認められると聞きました。さらに例外として、個人名になりますが、ヒトラーは次の周回に回ってるって聞きました。このような特例も存在はしてるみたいです。それを判断するのは誰なのかはわからないです。ただ普通に過ごせば、次の周回に行けるわけではないとは言ってました。考え方によっては動物と人間のループくらいがいいとも聞きました。共通して、8周目指して魂が存在してるわけではないんだと思います。だいたい3周くらいで人間は頭打ちらしいですよ。6周目まで行くと、かなりレアみたいです。天国を目指しても、結局天国でも寿命がある以上、ゴールってわけじゃないんですよね。目指せという教えはあっても、それは強制ではないっていうのが妥当かなって考えてます。8周目でクリアは確立されたラインになってるのは、間違いないようなんですよ。周回を重ねないと、浮かぶことのない発想は、確かに存在してるみたいです。自分がこの話を聞くきっかけになったのも、自分という存在がどうしても、この一回だけの存在だと思えない、と考えたところからですし、相手曰く、感覚から来るその発想は1周目のやつは、浮かぶことがないと言ってました。その逆に7または8周目の人間は、どこかのきっかけで、革新的に自分が7または、8周目の存在だと気づくタイミングがあると言ってました。8周目の人には、人生を全うする中で、必ずそのタイミングがあるとも言ってました。その人生がクリアできるかどうかは、8周目に気づいたその人間が、この世界の仕組みを理解できるかの差ってこと？って質問してみたら、まあそんな感じといった回答が来ました。なので1周目と8周目では、蓄積にも大きな差があるのは間違いないみたいです。ちなみにマザーテレサ、ジャンヌダルクが、
8週目だったのかどうかは聞いてないです。すいません。例えば、すごく怠惰で他人任せな魂の癖を持つ人間がいたとして、毎回生まれ変わって、その癖を直そうとするが、いかんせん怠惰なためになかなか治らない。という人間は、8週目も怠惰で他人任せ、悪いことは他人のせい、親の年金で50代まで暮らし、60代で生活保護を受けて生涯独身で、やり遂げたことといえば、寝トゲで最強キャラを育てたこと、みたいな人生を繰り返し、次こそ挽回という勢いで転生しても、生まれる前のそんな宣言は覚えていない。という人は、8週目が終了したら、挽回する機会を永遠に奪われるということだ。多分それだと2週くらいで終わりますねわら。でもそんなに下には、落ちないんじゃないんですかなって。あ、ちなみにどうして人間が上なの？って疑問に関しての答えは、虫なんかは本能でしか生きてないから、辛いとのことです。運命の選択肢があるのは、この世界では人間からなんでしょうね。そういった人生というものがあるから、人間は動物より上の存在として、世界に置かれているのではないかなと考えてます。自分なりの結論としては、確かめようのない生まれる前や、他死んだ後のことなど、考えるということは煩悩まみれの証拠で、輪廻転生は現世で成し遂げるものという、お釈迦様の教えは至極真っ当であるな、と。輪廻転生とは本来は喜怒哀楽という、諸行無常の繰り返しにとらわれずに超越することだしね。極楽浄土旗庇護に行く世界ではなく、心のありさまによってこの世に顕現するもの。というのが唯一納得できるんだよな。その人が幸せだと思えばそれは幸せ。ここで言う天国って、中間性とかで語られるあの世界のことかな？711さんのお話。魂が生まれる場所でお手伝い、人として生まれる前に、その人生における課題を自分で設定してる。って話を見たことがあるけど、どうなんかね。もちろん、その課題を自覚してる人なんてほとんどいない。でも無意識のうちに、その課題に沿った生き方をしてるってことらしい。とても面白いです。もともとの自分の考え、今も多少にとても近い気がします。今の選択は、常に前の行動の上で成り立っているから、実際に選択は選んでる気がするだけでもう決まっている。というのが自分本来の考えで、だから星の巡りなんかは、ただの迷信だと思ってました。その考えなら生まれる時に設定した課題によって、今の人生まで一直線ってことになるんでしょうけど。一騎士曰く、8週連続でクリアできると天国に行ける。だね、8週目をクリアじゃなくて、8週連続でクリア。こういうことじゃない？なる。矢印クリアした人生。クエスチョン。矢印クリアできなかった人生。こういう8回連続の場合全クリ。天国へ。こういう4回目でダメな場合は、1週目から再スタート。こういうように、8回目でダメな場合。ああ、惜しい。でも1週目から再スタート。最初からダメな場合。これを何度続けても2週目にはならない。厳しい。クリアとなる人生ってどんなのだろうか？1週目からスタートの前に、人間を連続でできなかったら、動物などが挟まるみたいです。なのでリセットみたいなものはなさそうです。ああ、なるほど。そういうことね。だとすると、他死んだ後にその人生が、クリアかどうか判定する側の者がいるということになるが、誰が判定するんだ？というか、人間はその謎の判定者の家畜や奴隷なのか？人間は自律的に生きるわけじゃないのかい？判定を争うために人生で苦労してるのかい？自由じゃないねー。結局人って社会の歯車みたいな生き方をしてますよね。特に日本人は、それのワールドワイドのさらに上のバージョンだと考えてください。自分の知らないところで、世界はどうしても動いてるみたいです。でも無意識のうちに、その課題に沿った生き方をしてる、ってことらしい。そういうこともあるのかもね。でも違和感があるのよ。無意識任せでいいとなると、完全に無意識でかからないと。このような8周目でクリアとかいう類の情報や、生まれる前の情報なんか知ってしまうと、もう無意識には戻れないんじゃないか、と。じゃあ逆にこのような情報を知るタイプの人というのは、この人生に、何らかの不満がある人が多いだろう。不満があるから、前世や来世に思いを馳せたり希望を見出したりすると思うんだけど、そのような人が、このような情報に触れるというのは、百害あって一理なしな気がする。無意識に邪念なく人生に向き合ってこそ、課題のクリアは成し遂げられるのだとすれば、うまく言えないのがもどかしいな。そこら辺の考えは、
今の俺がマジで多死にてって考えてる出来事に繋がるので後で書きますね。自由じゃない、息が詰まるな。だって、生まれる前も多死んだ後も、生きている間も、すべて何者かに管理されているということだろう。管理されている状態が、心地いい人は安心するんだろうけど、自律的に人生の課題に取り組んでいるんだから、多死んだ後に何者かに、自分の人生を判定されるなんて絶望だよ。なんか一つの自由を手に入れることは、同時に不自由を手に入れるって考えと同じですよね。人間って不器用なんでしょうね。実際に脳が使える能力も筋肉も、フルで使うことはできないですし、知らない間に適応してしまってるんですね。とても、もどかしいと思います。ポジティブに捉えるなら、この世界は魂の成長のための学校というところかな。マサチューセッツ工科大学を、卒業するより難しい超超難関校かもなあわら、ポジティブ最高です。魂の成長の学校ね。人間のみが知的生物だから、特別に輪廻転生して、魂の成長の義務教育を、受けているという思想に至るんだろうと思う。一昔前ならその理屈は理解できるよ。しかし、今は犬も猫も本能のみで生きているわけではなく、種の保存のための本能で行動するわけではないし、種族を超えて弱いものをかばうという知性ある行動をすることが当たり前に分かって、魚ですら論理的思考をすることが証明された。すると、人間だけが魂の修行をしている、特別な存在ではないのではないか。犬や猫や魚も輪廻転生で、八周クリアを目指しているのではないか。思考が飛躍しすぎかな？これは多分寿命だったり、可能性の幅だったりで、格差があるんだと思います。犬や猫が今の地球を変えるような、大きな運命を抱く存在になりうるかと言われると難しいのではないかと考えます。逆に言えば、人間はそれができてしまいますよね。それは相当昔からそうだと思います。結局のところ人間が生まれてからは、やはりどうしても格差はあったのではないですかね。さらに、例えば生まれ変わりや前世などなく、多死んだら無に変える、と仮定し、それを想像すると、恐ろしくならないか？恐怖で愕然とするよ。この恐怖から逃れるためや、信者を集めるために、生まれ変わるだの来世だの、というのは誰かが言い出した。方便などではないと、言い切ることはできるのか？実際、前世や来世があると思うから、比較的気楽に生きているとは思わないか？もし全くの無に変えるとしたら、千載一遇の真にたった一度の人生なんだとしたら、やり直しが絶対に効かないとしたら、もっと真剣に生きたんじゃなかろうか。しかし、多死んだ後のことなど誰にもわからないし、証明もできない。だとしたら、たった一度の人生だと思って、悔いのないように生きるのが、多死後の世界があってもなくてもどちらでも、結果的には最良だろう。多死後の世界はあるとも言えるしないとも言える、という姿勢の意味が理解できる。お釈迦様が言ったのはこういうことなんだろうな、と思うんだよ。多死んでみないとわからないことを、ぐだぐだと考えるのは煩悩であり、迷いであると弟子をいさめた、お釈迦様の言いたいことが今更になって理解できる。このような煩悩や迷いを増幅するような輪廻転生はあるというような話を、吹聴するタイプの人とは、どのような属性の人なんだろう。少なくともお釈迦様側のものではないだろう、と考える。結局のところわからないですからね。わかる人だけわかるものなんだと思います。でも人間だから、わからないことが嫌で、こうやって考えてしまうんですよね。自分はよくこの話を聞く相手に、お前はどうしてそんなことを聞くん？って聞かれて、知りたいから。意外の言葉が、ほぼ浮かばなくて困ってます。ぐだぐだと迷いの境地で、徘徊する私は考えるよ。来世はないとした方が、人生を精一杯有意義に生きることができる。しかし来世はないとすると多死の恐怖、別離の苦しみが襲ってくる。つくづく人間は弱い生き物だ。猫よりも人生に向き合って、気高く生きることすらできない、愚かな生き物だ。猫どころか魚以下だ、ハードモードだ、と自分を憐れむ暇があるなら、魚の一生を思えばいいんだ。ボロボロになって川を登る鮭は、自分を憐れんだりしないし、ハードモードだと嘆いたりしない。鮭以下の人間だらけだ。何が6周目で、雨を止ませる人格だ、笑っちゃうよ。どうあがいたって、この魂を代表した体を持ってるのは、今の自分以外ないですからね。次の周回に行ったからって、今の自分で動けるわけじゃないですし、魂の蓄積になって存在はしているだけ、みたいなことになるのが現実かなって思います。
だから今を楽しみたいですよね。魂の学校の生徒が、人間だけとは思ってないよ。俺はね、魂あるものすべてが生徒だと思ってる。動物虫も含むはもちろん、植物も、菌類や細菌も、鉱物も生徒だと思ってるよ。8週連続クリアで天国行き。これが人間にのみ適用されるルールであれば、いろんな物質や生物を経て魂レベルを上げ、人間となって、いよいよ卒業試験、天国チャレンジスタートかもしれん。かもしれん。し、違うかもしれん。来世なんて全くないのかもしれん。いや、あるのかもしれん。答えは多品で見ないとわからない。としか誰にも言えないことを、さも真実のように断言することは誰にもできない。証明できないことを断言するのは嘘つきだ。考え方の一つとして、かもしれん、に留めておくのならいいとしてだ。物に魂は宿らないみたいです。作った人の魂が乗ることはあっても、独立して新しい魂が、そこに生まれることはありえないと聞きました。この人生くらいは本物だと思っていきたいですね。たとえ自分が何の生まれ変わりだとしても、もし自分が8週目で、7週みんな頑張ったから、俺も頑張ろうじゃ、正直少し不純な気がします。なんだか今日は眠れなくて吐き気がする。例えばさ、来世なんてないと考えて、日々を生きる方が、良い身もある人生になると思うけど、そう考える前は、前世があったとなんとなく感じてた。今は考えが変わり、後がない、逃げ場はない、と感じる。仕事では、判断を誤れば、人が他人業務についてしまい逃げられず、最善の判断をその都度しているつもりが、人が他人で行くわけ、やり直しが効かない。吐き気がする。しかし逃げられないし、リサーチなどはしないと決めている。この人生は客観的に見ても、一期も有一周目ではなく、かなりの難易度だと思う。それでも人生は一度で、やり直しは効かないと今は感じる。そこで、人生は一度だとは思えないという発想は、一周目のやつには浮かばない、というのはどうか、と、客観的に自分の人生と照らし合わせてみてしっくりこないな。そういって思うに、8週でクリアだとか、こういうやつは1週目のやつだとか、確率的に捉えて断言するようなところに、うさんくささを感じるんだよ。黒丸明さがあくまで、橋丸カンナが天使だとかも、人間はそんな簡単なものじゃないぞ、と思うんだ。いかにも大学生の浅はかな物差しで、社会を測っているようで興ざめなんだよ。人間の生きた日々に触れてみるといいよ。例えば医者になってから、もう一度意見を聞きたいね。例えば医者になってみて、そこそこ働いて、人生経験積んだ後のお友達も、AB さんの意見を再度確認してみたい、という意味ね。そうですね、自分はおっしゃることのある程度は理解できます。自分は自分で他人のつもりもなく、今世生きてることで、やらなきゃいけないことがある以上、逃げられないと思っています。あなたのレベルとは大きくかけ離れてると思いますが、俺も良かれと思った自分の判断で、直接的ではないにしろ。仲の深い友人と二人多比別してます。それがきっかけか、常に誰かに対してこれは本当に正解だったのか、自分は満点の選択を取れただろうかって、常に考えてしまうんですよ。でも結局この二人、時に A は、俺がしつた日に考えた行動は、所詮手のひらで、根本的に相手の頭の良さに負けてしまってる以上、自分が取った行動は、相手にとって予定通りになるんですよね。そうやってどんな人間の行動でも、すべてが未来や今の感情まで筒抜けになってる相手に、うさんくさいとは言えないんですよね。俺自身の能力不足を痛感してきついです。はたからそうやってこうすればいいんじゃね？って言えるような立場なら、自分でもきっと似たようなことを言えると思います。日常的に、人の生た日に触れる場所にいないと培われない感覚が、人間に必要だと考えるなら、それは俺には理解できません。俺はそこにいないので、こう考えるのは俺がどうしても至らないから、受け止めようとしか結果できなさそうです。ってなるんですけど、でも A と B にしてみれば、特に A なんかは、あなたはそう思うんだねって言って、見下すだけなんですよ。だから、こうしたらこうなるんじゃない？っていうのは無駄で、こうしてこう感じさせる方法を見つけなきゃダメなんですよね。抽象的な言葉が多くてすいません。ああ、なんて言えばいいかわからない。ほんと文章が拙くて申し訳ありません。俺がこの話を聞いた、聞いている知人、二人について詳しく書きますね。なんかゲームとか漫画のキャラ設定みたいになると思いますけど、許してください。大真面目です。名前、関係彼女。
いろいろ家庭事情が複雑、勉強がすごくできて、高1の時に高等学校卒業程度認定試験に合格して引きこもる。可愛いのに集計恐怖症を持っていて、自分の声も顔も体型も全く別人に認識してる。俺が困る。記憶力が特殊、睡眠が基本必要ない。3日とか普通に起きてる、睡眠をとると、ある記憶のリセットが起こる。寝て起きると、前日までの感情の記憶が怖いという感情以外消える。例えば大好きって寝ても、起きた時は誰?みたいな顔される。俺辛い。普通の人が寝てる時に、自動的に行う記憶の整理を起きてから任意的に行う。一度聞いた曲をほぼ完璧に歌える。一度読んだ本を完全に記憶できる。これは引き出しやすくするために、読んだ後の脳内で処理する時間が必要らしい。その他多すぎて割愛。ここからは、A の十人格 M、N、K、R、H、L の紹介。M。A が飛び降り自殺しようとした時に生まれた保護人格男25歳。A のことを溺愛してる。方向音痴。ふとやらせてみた携帯の IQ テストで45とか出す。生まれてからは、授業中以外、大半はこいつで生活してたらしい。実際に A に初めて会った時もこいつ。何も能力は使えないって言ってたのに、ふとした弾みに通覚遮断の能力を使って、全員の能力を使えることを隠してたのに、俺にバレたアホ。中での見た目は、髪長めの小丸鉄平みたいな感じらしい。本当の名前は M じゃなくて、K であることが最近発覚。N。生まれたきっかけは割愛、実質一人目の乖離性人格男26歳。他の人格を消すことができるけど、しない主義。もともと嫌いだった A を、あるきっかけで溺愛。M がやった IQ テストで満点。ちなみに俺は、少し間違って160とか出る程度のゲーム。完全記憶能力、自律神経の任意調整、筋肉の使い方が人間離れ。遠くから物を投げても、どっちの手とか関係なく、狙った場所に投げたり視力を上げたりできる。俯瞰的に物を見れるから、空間のどの角度からも、物を見ることができる。天井は抜けれない。透視ができる。透視ができる。その他いろいろできるすごいやつ。マジで頭がいい。タバコ勧めたら、ヘビースモーカーになった。他人格が勝手に N のタバコを全部吸ったのに切れて、コンビニでライター50個買ってきたりする。切れたら怖いやつ。会って2日目で茶化したら、蹴られて怪我した俺。辛い。中での姿は半裸の長身イケメン。らしい。あと生まれてから一回も寝てない。K。最近形になったやつ、全人格になりきることができる男21歳。形上ではあるけど A の集計恐怖症を治す。A のは認めてない。一番人間らしいって自称してる。実際いいやつ。生まれた理由は、A が俺といる時に、中で別のことをしたい時に、私になりきってくれる人格が欲しかったから。トラウマやショックから生まれたわけじゃない乖離性人格の一人。日光当たるとぶっ倒れるとか、魚食で食べたら吐くとかの症状を止めたりできる。その他の身体的異常も調整できる。体温とか、血中の成分まで調整できるっぽい。あと A に関わる人間の運命を変更できる、未来改変系の能力持ちの一人。ごめん無理、すぐ書ききれないわ。今度補足するから、A の十人格は後簡潔に書くな。R。自然治癒と未来察知持ち。自称18歳で女の格好してるけど、実は28歳の男。もともと自称人格で生まれたけど、若い。中では物や部屋を作る能力持ち。H。出てきたらなぜか雨が止む子19歳女。元気にする能力持ち。めっちゃ明るくていい子。A が高校に入学する時の、ドキドキから生まれたトラウマやショックに関係なく、生まれた乖離性人格。謎の重過剰を持ってる。初対面の時に聞いたけど、あんまり覚えてない。L。幽霊が見える。自殺衝動人格。18歳ぐらいの男。一番外に出やすい場所に生まれてしまって後悔してた。本人曰く生まれる位置ミスった。猫かぶりで無気力バージョンと、オス性欲的にバージョンがある。外に出ると耳と口が使えない。イニシャルかぶってて書けねえわら。あと RRRMNN と名前わかんないやつと、乖離性だけどちょっと違うもう一人の A がいて、とりあえず紹介できるやつが8人も残ってる。別に表に出たら人格として保てない、中でしか存在できないのと書いて、結構人数多い。ごめんとりあえず A の紹介はここで止めるわ。あと B か。元カノ。
獣人格は一人だけエテーヌって名前。でも実は N は、最初に生まれた乖離星の人格の名前で、本人が知らない間に、三代目 N になってる。だから俺が話す N の本当の名前は N じゃない。A も同じなんだけど、その獣人格の世界にもホスト犬的なものを持つ人格がいて、その人格は他の人格の削除権があるらしい。で、B にいる N は先代からホスト権をもらって、二代目の N を消してる。それ以降に生まれた人格も全部消してる。ちなみに自分から消えるより、消してもらった方が楽らしい。俺が初めて会った乖離星人格。初代 N が女だったから、男なのに女のふりしてる。バラしたらコーロストのこと、A ほどじゃないけど、B は B で結構今大変。N が近々消えるって宣言してて、次話すときは最後になるって言ってる。こんな感じです。めちゃくちゃ端折ってすいません。質問あれば答えます。まあ、精神科受け。俺が言っても、どうにもならねえんだよー。すごいな。夜遅くに丁寧に書いてくれてありがとう。無理はしないでね。俺の経験上、それらの話は信じられるよ。俺にも、それに近い知り合いがいるんだ。今は疎遠だけど、この後用事があるので、帰ってきたら、考察や質問もさせてもらうかもしれない。いやー、しかし面白いね。ビリーに離岸の何かあった人なのかな、って思えてくるよ。彼は、強盗強姦事件で逮捕、起訴されてしまったが。いえいえ、逆にありがとうございます。一人そういう存在に出会うと、かなり人生観変わると思います。思い込みだろとか、そういう人もいるんだろうなとか、曖昧さが消えますからね。ビリー・ミリガンについて初めて読みました。A はタバコ吸う人格がたくさん増えてしまって、常に3種類のタバコを持ち歩いてますわら。本人は吸わないんですけどねわら。人格の抑え込みは可能ですし、消去もできるようです。ただ A の中のリーダー格にいる存在は、殺人を犯すのと同義だと言って、人格として形になる前は、できるだけ消すようにしてるようですが、人格として成り立ってしまったら、消す選択肢を取らないようにしてるって言ってました。なんでか乖離星を発症する性別は、女性の方が多いみたいですよね。ストレスによって出る影響に差が出やすいのか、そもそも受けるストレスの種類が違うのか。どうなんでしょう？人格複数あってもその肉体の一つの魂、一回の人生でカウントされるの？どんなに人格があったとしても、宿っている人間の魂は一つみたいです。他の人格が消えても、霊のようなものになることはないそうです。天使と悪魔の魂に関しては、別物のようなのでわからないです。一周目繰り返してる方が得だね。だから動物。矢印人間。矢印動物。矢印のループが気楽って言われるのですかね。気がついたか。このスレもここまでのようだな。最初は良かったが、いつものように、アニメのキャラ設定が始まって、終わったとは思ってたが。それはほんと許してください。事実だからこればっかりは仕方ないんです。多重人格は原因が明確な症状だし、脳の感受性が強いために、過集中になり、IQ が高くなることもあるだろうし、特筆するようなことはないな。常人離れしているように、考えているその特性は全て説明がつくことだよ。暗記が得意なのは自閉傾向、3日間寝なくても平気なのはそうの状態。多重人格は脳の感受性が強すぎるせいで、刺激に耐えられないために生み出した人格だろう。そんな脆弱な脳の人間が、ヒトラーの言う新人類に当たるとは思えない。既存の人間よりも刺激に耐えられずに、人格が分裂するようじゃ困るわ。人格の分裂だけじゃないんですよね。自分ではこうできないから、こうできる自分を作る、増やすといった感覚でも人格は生まれるようです。なので一概に脆弱な脳と、乖離性同一性障害の症状を、割り切ることはできないと思います。ヒトラーの新人類に関しての記述は、今すぐ書き終わったら読んでみます。何週目だろうと、この現世界を繰り返すというのは辛いことだと思う。必ず老いと、近しい人との他比別という、苦しみが宿命づけられてるのだから。そこから離脱できれば、そういった苦しみ、悲しみとは無縁な生が待っているのだろう。そうなんですよね。たとえ一周目だからって、楽なだけなはずないじゃないですか。人間でいるだけで、結構自分に苦痛を感じてしまう存在ですし。だから常に一周目がいい人生って、考えない方がいいのかなって思います。彼女もとかのが乖離性持ちって、職業や学校の慣れ染めじゃなきゃ何の因果だよ。
偶然でそんな対人関係築いたって話なら、一致のこの集会の役割なのかもね。こんな感じで他人に広める役目みたいな。まあ、一致の話から人の人生の集会ごとに、役割があるかどうかって話は、内容が脱線するかな。A さん B さんに関する質問です。1、銀星は8周でクリアを教えてくれたのは、どの銀閣 ?2、その他いろいろな情報を教えてくれたのは、どの銀閣 ?3、主人格にはそれらの知識はない ?4、肉を好んで食べていたかどうか。1、A と起こった出来事の最中に、十人格の N カイムに、この人生が、ただの一周とは考えられないって話したんですよ。そう言ったら、さあ、みたいなことを言われて、はぐらかされたんですよね。その後その出来事を B の十人格の N に相談したら、人生は8周でクリアなんだよね。って話を受けて、最初の方に書いたことをいろいろ聞いてみたんです。その後 A に会った時に、十人格の N にその話をしたら、U の声から、俺にあんま聞くなって言われて、その他の当たり障りない補足を、その A の方の N から軽く聞くことができました。2、A 側は N と M と K と R と、あと、もう一人の R ですね。B 側は N のみです。3、B にはないです。A は R 時期に、いろいろ覚醒したのでおそらく把握してると思います。4、A は牛肉はタン、鶏肉は結構好きっぽいです。B は辛いもの以外は、好き嫌いはないですよ。お疲れ様です。彼女 A が、栄養失調やら何やらで、入院したので数日は暇してます。あと B が2週間ほど前に統合してたことがわかりました。統合って言っても、B と N じゃなくて、B と B です。もともと込み入ってたのは、乖離した B と B をどうするかって話だったんですけど、俺のいないところで完結してました。N はもうやることねえわ、って言って、今日久々に話したんですけど、B に変わった後は、もう読んでも出てこなかったんで、隠居したか、消えたかしたみたいです。なので B から話を聞くことはあっても、当分はないと思います。これに関しては、少し心が痛いんですけど、統合した後の姿は、かなりいい感じにさっぱりしてたので、これはこれで良かったんだろうなって、心でお祝いしてます。お疲れ様。俺も知り合いも女性だね。何かあるのか。しかし、一致が何人も彼女と付き合ったのかはわからんけど、二人も彼女が乖離性って、どういう巡り合わせだ。若くしてすでに波乱万能だなぁ。どこで、どうやって運を使ったら、そんなことに。ところで、AB お二方の知識の出所って、一体どこなんだろう。俺はてっきり、アカシックレコード的なものに接続できる人なのかと思ったりしたけど、なぜ特定の人格限定、なんていう脳虚が発生したんだろう。そもそも、乖離性と、ゾウ脳の知識の関係性とら、そういや一致は、AB お二方に、脳の消化体も脳体、について聞いたことある。消化体が覚醒すると、内容感とかが目覚めるっつう噂、皮肉食と冷静の高さの関連性は、今回あんま関係なさそうだ。A さんお大事に。B さんはおめでとう。N さんもありがとう。お疲れ様でした。と、俺はもう寝るので一致も寝てくださいね。お返事は明日以降でいいので。ではおやすみなさい。主さん、来ないかな。ほんと来ないな。来てから書こうと思ったが、自分はこれが、最後って確信が来たことがある。一致の言う八周説は例え話っぽいよな。指してるところは同じなのに。例えたせいで煩雑になるというか、表現が違うだけで間違っているってわけじゃないと考えるべきかと、その方がめんどくさくなくなると思うよ。ぶっちゃけ雑に表すなら、1から8周目は、ゲームのレベル違いみたいなもん。一致の言う人生8周を生き抜いたやつが、一線違う、あいつら生きてないから、価値観違う、正論を見つけられる、そのせいで話が通じない。IQ が違いすぎると話がうまくいかないのと似てる気がする。似てるだけでもちろん違うけどな。奴らは時に天使とも表されるが無垢でも、潔白でもない。やってそれきりじゃないだけで、汚いことたくさんしてきている。何の苦もなく、取ってつけた正論を引った日に生きてるものに振るうのは許されない。一線超えたものが、正論を振るうのはもっと許されない。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。